トリニダは南米ボリビアの北東部にある都市、ベニ県の行政府所在地である、アマゾン川のシ支ウマデーラ川の源流守れ川の岸にある、ボリビア東部の平原地帯にあり、人口約8万人。正式な名称はラサンテシマトリニガードで1686年にシプリアーの神父により建設された。建設当時は、 現在の市の中心部より1 4トルほど離れた場所にあったが、1769年の大洪水の後、現在の場所に移転された。2007年2008年においても洪水による被害を受けた。高温多湿な気候で、年平均気温は26度、年間降水量も約1900ミリメートルほどあり、熱帯性の植物が多数生えている。パパイなどの果物も、 豊富に取れる。夏は、雨季で、しばしば叩きつけるような周雨が降る。冬も気温が20度を下回ることは珍しい。守れ側のジャングルクルーズが行われており、ワニやカワイルカなどの観察が行われている。1910年頃から、日本人移住者が暮らしている。当時、アマゾン川上流地域は、天然ゴムの生産で後継機にあった。鳥にだにやってきた。 日本人もこのゴム産業や関連産業に従事するためにペルーなどから渡ってきたものと思われる。現在も日系人が多く暮らしており、トリニダ日系人会が組織されているが、日本語を話し、日本の風習で生活をしている人はごく少ない。日系人会も実質的な活動はあまりない。ありがとうございます。